ではでは、はい、あ、答え来るから、はい、はい、で、延長の話なんですけど、はい、本来、経営自動車の場合だと、はい、そのまま乗るか返却するか、うん、乗り換えるか、うん、で、今のワゴン R に関し、あの今乗ってる軽の方に関しては延長延長という形で乗ってもらってたんですけど、はいはい、今回、お乗りの、まあ、乗用車の方が、はい、契約満期で初どうするかになりますので、うんうん、一応で軽自動車だと15万残しなんですけど、うん、前の5年前の契約に遡ると、うん、これですね、わざと残している金額が税抜き108万円、うん、で LINE でお伝えしてたと思うんですけど、査定額のざっくりとした金額が、160でついてるので、はい、乗り換えるとすれば、うん、うちでこれで買います、うん、これを支払い生産します、うん、車はなくなりますけど現金で40何万円戻りますという形で、はいはいはい、乗り換えるのが一つ目なんですけど、あ、うん、はい、延長するかどうかになりますなと、うん、延長するとこの車まだ乗ります、うん、延長するとなれば、うん、パターンは大きく2個あって、うん、通常通りの2年延長型、うん、とちょっと特例措置としての4年延長型、うんうん、にしようかなと思ってます、うん、で2年の延長型にすると大変なんですか、なんですよ、そうなんですよ、100万だば100万ちょいってんだもんね、うん、2年で割るってわかんないこれが、こっちが24ヶ月のボーナス設定入れたパターン、うん、ボーナス加算が入りますので、うん、ボーナス加算が5万5000円追加になります、うん、でこれを均等払いにするとこうなりまして、うん、4年いいんじゃないかなと思ってます。だって今でも結構ピーピーってやってるから。それも踏まえて、まあ、これをお持ち帰りいただくんですけど、はい、というのがこれです。うん、月々39,490円、うん、で4年。で、4年、うん、でメンテナンス付きという形になります。うん、でそれをさらに、はい、もう5年ですると34,980円、はい、まあ5,000円の差ですよ、うん、あとこの車に何年乗るかっていうのを踏まえて、うん、一応残価はゼロにしてるので、はい、契約満期今から4年延長して4年後には、はい、そのまま乗るかまた度数が選ぶんですけど、うん、基本的にはゼロになってるので、はい、査定がついた分だけプラス、はい、うん、これはこれ5年、これボーナスなしですか？なし。なしで。うん、これありにすれば、ありにすればありにした分減るす。ありにした分。うん。金額はすぐ出せるんで、はい、一応出したのが4年と5年と6年。うん、6年。うん。もう5年は間違いなくもう無理だ。だって今、売り払っても40万しか買えないんですか？現金で40万。まあ、車はなくなって、してまだ40万、手元に40万、いずれ車、ね、胸柄、うん、2年後の車検、4年後の車検、うん、で6年後の車検が訪れる時に契約満期、うんうん、みたいな格好になりますけど、カードをアダム金入れれば、あ、ボーナス設定すれば、これより安くなるんです。それより同じが低いが出れば、うちの人納得さね2万5000くらいになれば、嬉しいよ、OK、そしたら計算としては2万5000円にしてボーナスアドちょろっと入れると、2.5 万のボーナス、ボーナスの加算月は7月と12月になってますけど、それは変わらなくていいですか、ね、例えば試算をいたしましょう、今そこの画面でやりますのでそのまま見ておいてください、はいはい、12月で車検切れるので、はい、車検が切れた状態で初期の車検っていうのを、うん、取り直してお渡しする前提であります、はい、で、わざと残している108万円を消費税込みにすると、はい、税込みで118万8000円になるので、はい、それをそのままここに入れました、はいはい、
名義変更だけかかるんで、ここに手数料だけ入れさせてもらいまして、はい、で31240の6年にしておいて、はい、月額は、31240円、はい、これをボーナス併用設定のボーナスに7月と12月でいいですかね。はい。はい、で、3万ぐらいで入れておきますか、とりあえず。そうすると、通常月が25,740円、ボーナス月が、うん、3万円差さりまして、58,740円の6年になりますね。うんうんうん、スタイルとしてはこんな感じですかね。うん、2枚切った方がいいですか。うん。もうちょっと入れるかな。5枚くれるかな。それ5万でもしても5万なんとか。通常月が、22,110円のボーナス月が、はい、5枚足さりまして77110。はい、なので、はい、今の支払いよりは減りますけど、もうちょっといって2万円より減らすっていう手もあります。ボーナス、あの、あれですね、ボーナス俺の金出す吸いすぎんわ。このリースの中に入れるものがあんまり入れてないですけど、このタイミングで何か買うものとかってあるんですか。ああ、考えてなかったですね。何もないわ。ないですか。大丈夫ですかね。あと何も、うん、それと言ってないと思う。OK です。と、商店免許証お持ちですか。あ、コピー取らせてもらいます。まあ、見積もり書持ってくるのでそのまま契約書にそのまましますので、はい、お預かりします、はい。はい、ありがとうございます。では見積書はこちらになりました。はい、通常月22110、はい、ボーナス月77110、はい、これがたささってこれになりますね。はいはい、で、残庫が0ですね。特に追加の付属品とか用品は入れなかったので、はい、まあ、今の車検からメンテナンスという流れはそのままになります。はい、何かありますか。なければこれは1月からですか。支払いを1月からの予定はしてますけど、はいはい、もしかすると、はい、ちょうど支払いのスタートはずれるかもしれないです、ね。あ、はい、まあ、LINE でお伝えします。わ、はい、かりました。はい、お待たせいたしました。そうしますと、はい、今回ご契約いただきました契約書の日からお渡ししておきます。はい、残価をゼロに設定して通常月とボーナス月がそれぞれこの金額です。はい、先ほどお伝えしたようにボーナス設定月と初回支払いが、うん、通常月とボーナス月になる見込みになりますので、はい、99,220円という形が初回の支払いになります。はい、で、2枚目が、指標をリース契約並びに保証委託約款です、うん。で、同じくですね。で、個人情報取扱いに関する同意条項の文書もお渡ししておきますので。これはいつなる、いつからスタートか、9万なんぼは9万なんぼは、登録付きの翌月になるので、はい、一応前提としては1月スタートになります。はい。ここまでで何か質問ありますか。大丈夫です。はい。では契約書の方にお名前のサインをいただきたいのですが、ロードコースさん名前をお願いします。はい、うん。はい、ありがとうございます。ということですけども、あと何かありますか。それもし重なるのまずいとかってなれば、はい、ちょっと話してもらえれば、はい、はい、分かりました。はい、了解です。はい。
と。はい、よろしくお願いします。はい、あと、この方は、うん、はい、オッケーでございます。はい、ではありがとうございます。あとまた後で連絡させてもらいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。オッケーです。あ、で動画の撮影ご協力ありがとうございます。